放送席、見事2歳牝馬 G1 を制しました優勝ジョッキーにお話を伺います。優勝ジョッキー石橋柊ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。 G1 を勝利して表彰式終わりました。今のお気持ちから一言お願いします。りっちゃん、レース前のレースプランなんですが、どんなことを今日は考えましたか？そうですね、まあ、本当にレースのセンスがいい馬なんで、暇といったら、まあ、その無理に変える必要はないと思って、スタートを出てから、上手に出してから、ここから決めていこうと思ってます。道中は中断を進んでいました。あの位置は思惑通りでしょうか？そうですね、思ったよりちょっと後ろになったような感じはしたんですけど、まあ、うまく売り合ってましたし、この前転送より絶対いいやつだったと思ってます。4コーナーじわっと上がっていきました。このあたり手応えはどうでしたか？もう素晴らしい手応えだったんで、あとは合図の手応えでしたね。直線合図を送った瞬間の反応ですが、どうでしたか？もういつも通り、しっかりした発表してくれてよく乗ってきました。夏の新潟でコンビを組んで、3連勝です。どういうタイプの馬なんでしょうか？そうですね、本当にでもセンスがいいですし、まあ、オンとオフもしっかりしてますし、いい馬です。石橋さんの G1 制覇のビートブラック天皇賞春以来、今のお気持ちいかがでしょう？はい、ビートブラックで勝たせてもらってから、長かったですけど、もうちょっと自分で勝ちたいと思って、まあ、自分なりに努力してきてよかったなと思いました。寒い中、たくさんのファンの方が声援を送ってくれました。ファンの方に一言メッセージをお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、これからも頑張ります。ありがとうございました。優勝ジョッキー石橋柊氏の話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。